いじめたい？過逆心を煽るというか、卑屈になってるのとか見るとイライラしたりな。ないけど。見ればそう思うって。年上だと余計しっかりしろよとか思っちゃって。それでいじめてしまったと？いや、それはまだ。え？まだ？君は、その、女性をいじめるのが趣味なのかしら？あ？よっしゃね、絞られてたみたいだね。みゆき先生、難しい顔してたよ。真面目すぎるんですよ。冗談も通じないし、無表情だし。先生してるときはね、普段は全然。見てみたいですよ。よほど気を許す存在じゃないとね。そんなの誰もいないでしょう。いらっしゃいませ。確かにあのタイプはそう見えなくもないわね。そうでしょ。なんていうか、いじめたくなりますよね。ちょっと怖いんだけど。いや、なんとなくなりますよね。同意求められても別に。こちらでやりますから大丈夫ですよ。あ、すみません。ここは大丈夫ですから。あ、はい、分かってます。すみません。分かってんなら行けよ、どんくせ。ありがとうございました。大丈夫ですか？あ、すみません。いえ、お気をつけ。あ、そっけねえな。少しは感謝しろよ。ひな鳥を見守る親というか、単に一目惚れってやつかい。お疲れ様でした。稼ぐなら早い方がいい。賞味期限だって長くないんだから。今なら君自身が。寄り道すんなよ、ったく。ああ、すみませんね、こいつ用事あるんで。ちょっと話して。なんでいきなり。話の途中だったのに。話って、風俗で働いてんの？あれスカウトでしょ。体売るつもり？嘘、風俗って。やだ。たく、警戒心ないね。なんなのあんた、いくつ？年上でしょ。そんなこと、私しっかりしてるので。どこがだよ、そんなだらしない格好で。襲われたって文句言えないぜ。いい加減にしてよ。何よ、好きかって言って。私ここだからもう結構よ。ああ、そうですか。ただ気になるんで部屋まで送りますよ。なんなのよ、もう。ここもういいわよ。たく、ほんと無警戒だな、お姉さん。何？さっき言ったばっかでこれか。知らない男部屋まで連れて何かん。ねえ、イくん、どうしたの？なんか心配事？朝からこんな調子だかんな。キリッツ、おはようございます。おはよう。ありがとう。それじゃあ今日はここまで。しっかり復習すること。三輪くん、放課後指導室まで来なさい。
何したの？教えてよ。いや知らん。つか早く帰りてえのに。なんだよ一体。たく。美和くん、その昨日の件だけど、君はどう考えているのかしら。いじめ好きとか思われてもな。好きだという気持ちが重要だと考えてます。好き？そう、その気持ちに偽りはないのかしら。内心の印象を良くしねえと。はい、冗談でやっていいことではないですから。そう、わかったわ。話は以上よ。あ、はい、失礼します。理解したか？昨日の今日だしな、さすがに。ほら来てるよ、いじめたいって人。は？ああ、気にもしてねえってアピールか。いじめられたいってことか。ありがとうございました。ちょっと休憩入ります。ああ、わかった。次私ね。お客さん。何するの？君に用なんかありませんけど。こっちにはあるんですよ。ちょっと一緒に来てもらえますか？ちょっと話して。こんなところでどういうつもり？ほんの気遣いだよ。バッグ見せてみろ。こっちだよ。何？やめてよ。どうして？何よこれ。昨日の仕返しのつもりか？窃盗だぞこれ。犯罪とか言ってたあんたがこれか？違う、こんなの何かの間違いよ。私取ってない。たく、下手な言い訳だな。だから違うったら。私盗んでないもん。違う。なんでそうなるの？慈悲だよ。それとも警察呼んで派手にするか？中継してやろうか？選択しないの分かってて、やってないって言ってるのに。やるわ。窃盗犯のくせに大したもんだな。これで言うこと聞いたんだから、そっちも守りなさいよ。ああも強気のままでいてくれると、ほんといじめがいがあるなあいつ。もしもし、もう少し。なんか買う？わかった、じゃあね、みゆきちゃん。あ、はーい。なんだよ、待ち人来たりだろ。いや、ちょっと待って、ダメ。うわ、汚っ。やだ、出てってよ。これから人が来るんだから、何考えてるの？よう、少年。